どうもこんにちは、ゴッドゴータンと申します。マインクラフトの Java 版にはかつてとても素晴らしいサーバーがありました。ですがそれはとあるうんぬんかんぬんによって閉鎖を余儀なくされてしまったのです。しかし数年の時を経て BE 版にそのマインクラフトサーバーは復活しました。またの名をハイブサーバーです。でもってこのハイブサーバーに新しいスーパー面白いミニゲームが追加されたようなので、今回はそのミニゲームで遊んでいきたいと思います。今日はそういう動画です。でそのミニゲームっていうのはどれかっていうと、こちらですね。グラビティ、英語で言うと重力って意味です。無重力だって。こっち側にはさ、いろんなミニゲームが置いてあるんだけれども、どれもこれも一緒にやっている人たちの人数はせいぜい3桁です。ですがこのグラビティだけは人気の動画桁数が違います。1036人も同時に遊んでいるんですね。こんなに面白そうなミニゲーム他にはないということでやっていきましょう。グラビティです。どういうゲームなのかというと、一言で言い表すのであれば、それはドロッパーです。高いところから落下者を防ぎつつ、地面に落ちて水バケツのところに着地する、それだけです。一番最初に全てのステージをクリアして無傷でゴール行った人が勝ちという完全無欠の超シンプルなゲーム。早速やっていきましょうか。スタート行くぞ。まずは水の中へと着水で、僕が一番最初、僕が一番最初、はい、僕が一番落ちる、僕が一番落ちる。 Java 版の時はですね、オプティファインっていう軽量化モッドが入っていたので、ズームしながら降りれば簡単にゴールすることはできたんです。でもね、ベッドロックエディションにはそういった便利機能はありません。なのでマジで自分の視力を頼りにこうやって突き進むことしかできないわけですよ。画面をズームしてズルすることってのは到底このゲームではやれないんですからね。ちょ待って、おお、水のところにどうしても着水できねえ。なんだこれ、 B 版ってむっちゃむずいな。描画距離がさ少ねえとさ、水の位置が全然わからねえんだわ。もうゴールした人いるの早くね。霧がかかって、でもってその霧がどうしても僕には水に見えてしまって、降りようと思ったらそれは地面で、だから僕は死んじゃってっていうのがループしてしまうんだ。でも大丈夫、みんなは僕がこう思っているんじゃないかな。ゴッドコータン、アスレチックそんなに上手くないのって。残念ながらそうじゃない、僕はアスレチックが上手い、そう信じている。信じる者は必ず最後には上手くいく、信じる者は絶対勝利する、それは全ての物語においての掟です。でもってゴッドコータンは自分が優勝することを信じている。おやだ待って、僕の周りもしかして誰もいなかったりする。あ、余裕だけど何？ん？僕がいけないと思ってた？残念、いけました。余裕のよっちゃんですよ。あったぼうよ。じゃあ次、あ。13位。この僕が？ 13 位？アスレチックが上手いのに？ 13 位？この上ない屈辱だね。こんなところ見たくもない。次行こう次。僕が1になるまで僕はこのゲームをやめない。ずーっとずっとクリアして、いずれは絶対1になるんだ。みんな見てみ。B だからさ。ほら、エモートできるんだよ。Java 版だったらこれできねえけどよ。B だったら最も入れずにこんな面白いことできるんだ。ただいつ使うのかはわからない。さあ行こう Java！ よし、今やっと見えた。今、はっ！よし来た！よし来た！一番最初は僕だ！一番最初は僕だ！お前たちあっち行って、お前たちあっち行って、よし次、余裕、余裕、僕だ！待って、やだ、僕は生きてる、だってコータン、アスレがうまい、星のもと生まれたゴッドコータンは絶対に負けない、星のもと。ゲームの設定が悪いんだな。これだこれ。プレイヤーの可能なんたらってやつ。これを透明にしちまえば周りのプレイヤーが見えないだろ。だから視認性も良くなってきっとうまくいくはず。おお、クリアした。どういうこと？どうやってんの？なんで？クリアできるやつは一体どういうマジックを使ってる？絶対何か方法があるはずなんだよ。僕は Java 版で B なんかよりも操作性もいいし、マインクラフト上手いはずなのに、こんなに手こずることなんてありえるか？おかしな話だ。きっと BE にしかないような機能があるんだな。でもってその機能は僕はわからない。だから僕はこれで手こずってしまっているんだ。普通の人だったら絶対にできるはずなのに。Java 版だからか？こいつはね、視野角をぐんと下げてしまえば、はい、わかりやすい。あはー、わかったぜ。ドロッパーで、あはー、こういうことだな。だからみんなすぐにクリアできたんだ。オッケー、よしかい、よくわかったよ。これさえあればもう絶対僕ミスんだよ。ほら、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 
おい楽勝、これだよこれこれ。どうよ、視野角をとんでもなく狭くすれば5位になった。はい、これで分かったね。みんな、僕が下手なわけじゃない。やり方を分かってなかったってあてだ。やり方さえ分かってしまえば次は1位になるよ。行くぞ、ここだな、この隙間を狙え、この隙間だ、行くぞ。あっ、僕マジで本気行きます。で、すぐ降りて、ネザーの中ダッシュ。これちょっと見にくい人いるかもしんないけど、ごめんね。僕、勝ちたいからさ、勝つためには、画面映えは気にしねえ。僕はいかなる手段を用いたとしても、絶対に1位を取るべき存在。なぜなら僕は負けず嫌い。何が何でも勝たねばならぬ。え、お前、ちょっと上手くね？いや、上手くないね。僕の方が上手い。こうしてゴッドコーターは、こうしてゴッドコーターは自己肯定感を、こうしてゴッドコーターは自己肯定感を上げて、こうしてゴッドコーターは自己肯定感を上げて、ゴール、あいよゆー、ネザーレッドへすぐダッシュ、すぐだ。視野角が短いから足が遅いように見えるってなことはない。移動速度自体は変わってない。ただ感覚だ。自分が錯覚してるだけだ。隙間を縫うように、まるで布と布の間を縫う糸かのように。これ最後のステージだ。いけるよ、僕はなぜか強いんだ。うん、よいしょ、来た。どこだ、向こうか。おいお前、おいお前、お前、前前前、待て待て。6位。おお、視野角30だと自分の見える範囲が狭いので、ゴールがどこにあるのか一瞬わからなくなっちゃうんだよね。だからその少しのね、迷いのせいで僕は5位とか6位とかになってしまったわけだ。逆に言うと、90と30の間の数値にしてしまえば、両方の良さを取ることができて、結果的に1位を取ることができるってこと。つまり何が言いたいかっていうと、僕の視野角は今60なんだ。つまり、いけるってこと。僕がどれだけの負けず嫌いなのか教えてやろう。僕は一度チャレンジしたものは、勝つまでやめないんだ。やる気があればね。くそ、お前、どういうマジックを使った？僕よりも早いだと？そんなものはおかしいぞ。よいしょ、ゴール。おい待て、そこのお前、僕よりも早く行くなんて法律で許されることではない。はひ、チュ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 、よしよしよし、行け、ネザーだ、ネザーだ、行け、走れ走れゴッドコータン、走れ走れゴッドコータン、飛んでなんとかかき開けて、え、もう行った？早くね？いや早いな。あー、でもね、今回は2位にはなりそうだな。絶対、じゃあ、トップ3を、トップ3を目指そう。トップ3だ。トップ3、トップ3を取る。トップ、下。お前待て！何位だ？まだか！まだだった。あ、スライムブロック。隙間を通って水バケツ。楽勝だ。さあ、次、行くぞ！僕が、何位だ？ 5 位か！まあいいや。5位が、一番、すごいってことにしよう。ぶっちゃけ言うと、別にそんなドロッパーとか得意な部類じゃなかったし、なんだろうな、得意な部類でさ、わーって一生懸命やって、1位になるのはわかるよ。でも僕、不得意だからさ、不得意なもので1位になろうとしたら数十年かかるんぜ。もともと自分は得意だ。このゲームは絶対僕はセンスがあるんだって思っていたならば、絶対1位になれるんですよ。ですが、僕はこのゲーム今日初めてやったので、ミスするのも当たり前です。仕方のないことです。そう。得意じゃないゲームは僕は1位にはなれない。当たり前だろ？水泳の選手は陸上で1位になることはできないし、逆に言うと陸上の選手は水泳で1位になることは難しい話だ。同じです。僕はドロッパーは苦手です。ただ PVP は超強い。ということで、マインクラフトベッドロックエディションハイブサーバーのバトルロイヤルというゲームをやっていきたいと思います。これは真ん中にあるチェストペペペペペって装備をやって、で、持って、あたりのチェスト漁りまくって、で、持って超強い武器やって、相手をぶち倒すっていうゲームであってですね。僕はこのゲームかなり強いんですよ。ただ真ん中のチェストから物を取り忘れてしまったので、今回は少し不利ですね。近接武器が全くない状態で戦うのはなかなか難しい。これは優勝へと少し遠くなってしまったような気はするけれども。あった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 。よし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 。鉄の斧だ。これは攻撃力はね、Java 版だったら9あるんだけど、BE 版だったらたったの5しかないんだよね。だから石の剣と同じぐらい。つまり、十分だ。
戦闘能力的にはな、僕にとってはお釣りが出るレベルだ。よしよし反応が遅いぜよ、お前さんよ。これが Java と BE の差ってやつですよ。はは、見てください皆さん、この通りですね。このゲームなかなかに進行が早いんですね。一瞬であの人が死んだ、あの人が死んだっつって最後の4人とかになったら、その4人で戦い合うっていうゲームなのでね。僕とさ戦いたいって方どこかいませんか？ゴッドコータンはチャンネル登録者数16万人程度の違いない YouTuber でして、僕と一緒に戦うこと動画によって僕は気持ちよくなるし、あなたは動画に映れる。ウィンウィンの関係とはまさにこんなことですよ。ほら私と一緒に戦いませんか？どうぞ。今なら無料得点付き。あー、いたー、やっほー。ん？いや、あいつ僕よりも装備強いな。よっ、元気してたか。よっ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 よーよいしょっと。はっはっはー、僕の勝ちー。今か、見たさ、ゴッドコータンのハメ攻撃ですよ。あれをハメと言います。相手が僕に対して一切の反撃をすることができない状態を作り出すことができるという能力。僕は今チェストプレートとレギンスは網網の変態装備ですが、頭と靴は鉄の装備です。防御力的にはそこそこいいって感じだな。ただこのゲームにはダイヤモンドの装備も出るっちゃ出るので、そういう人たちに当たってしまうと少し不利になってしまうかもしれませんね。ヘイプレイヤー、僕を向いて私と一緒に戦おう。ヤッホー、そんなに逃げたって僕は逃げないぜ。君のことをどこまでも追いかけてみせる。フローズン爆弾。このね、ゲームは TNT を相手の方まで投げつけることができるんですよ。投げつけられた相手は爆弾の効果によってダメージを負ったり負わなかったりするわけ。4秒に1回炎の確率で爆、あ、どっか逃げ上がった。なかなかに逃げ方がうまい。あ、でもいた。すぐに見つけた。逃げるなんて無駄なことさ。ほら、どうした？僕と一緒に戦うのが怖いんじゃないのかい？それとも僕と一緒に戦いたいのか？弓か、どうぞ。さあ、あなたはスイッチか、それともスマートフォンか。ジャバ版の僕にかなうとは到底は思え、あ、やばい、誰かいる。ダイヤモンドのブーツ着てた。僕を狙うというのが、いい度胸だ。ちょっと待ってね。ちょっと待ってね。おれれれれ！ちょっと待ってね。ちょっと待って。よし、よし、よし。今だ。この焚き火に近くにいれば僕は再生するんです。ダイヤモンドのブーツ同士で争ってな。お、一人死んだわ。じゃああいつは今、漁夫乗りできるチャンスがあるってこと。よー、僕の勝ち。これを僕はハイエナ行為と言います。ですが、こういったね、バトルロワイヤルにおいて、こういった行為は賢い行いなので、僕は攻められる義理はありません。はぁ、気持ちいいな。残りは3人か。じゃあ、今回はバトルロワイヤルの最後の戦いまでは行かなくて良さそうだな。いや、待って、あと30秒でデスマッチが始まるみたいだぞ。デスマッチの前に残りのプレイヤー全員しばいて、ゴッドクォーターの単独優勝を狙いたいところだ。さっき言ったよね、僕ドロッパーはぶっちゃけて言うと苦手だっていう風に。でも得意なゲームはむっちゃ得意だよって。その得意なゲームって自分で自称するってことはこういうことですよ。僕は得意だからこそこのゲームで優勝を飾り、サムネイルをいただく。そしてコメント欄のみんなは僕に対してこう言うんだろ。え、コウタンすごい、 PVP むっちゃ強い、憧れの的だよ、一緒にゲームしようっていう風に僕はニコニコになる。あ、残り2人みたいですね。おっと、お相手さん、ダイヤモンドのブーツと、それからダイヤモンドのヘルメットを着ていますね。いた！なかなかに強そうだ。でも僕は TNT がないんだよ。うるるるるる、どうするね？どうするね？僕と戦うのかね？え？弓か？弓のバトルか？いいだろう。僕は PVP がクソ強えんだ。お前なんかよりもな。おい！逃げんのか？逃げるなんて卑怯だぞ。鬼滅の刃の炭治郎は言ってました。責任から逃げるなと。あなたは PVP をやった。やったということは、絶対に終わらせるという責任があるということ。つまり、逃げるのは責任から逃れるも同然です。よっ！勝ち！僕の勝ち！よし、エモートして煽ったろ。やったね！やったね！僕の勝ち！はは！はは！ああ、気持ちいい。ということで今回ここまで、ハイブサーバーに新しく追加された、サバイバルゲームというゲームで無双したってお話でした。ということで、バイバーイ。楽しい。